どうも皆さんこんにちは、ダダです。よし、さていつものこののどかな俺のね家とその周辺なんですけど、ちょっともう里井皆さんだったらお気づきかもしれませんが、ちょっとなんか見えませんねえなんか建物ができてると。そうなんですよ皆さん、あそこはちょっと待ってね、視点戻して、はい、ここにねせっせと作った一つの小屋があります。これは何かとね、そう、地下へと続く炭鉱なんですよね。さあ今回の目的なんですけど、前回ねお話しした通りネザーの要塞見つからないので、とりあえずブランチマイニングをしてダイヤモンドを見つけようっていうのが今回の目標ですね。すみません、まだここも途中なんですけど、ちょっとガンガンとね掘っていって、まずは岩盤までと思ったら、ちょっといきなり幸先がとても悪いので一回帰りますねね、あの岩盤まで行きたいと思います。それでは少々お待ちください、行ってきます。これが岩盤だよね。俺ちょっと岩盤初めて見るんだけど、壊せないね、岩盤から何だろう、今からやるのはねそのブランチマイニングなんだけど、岩盤から6個上のところから始めるんだよ。1、2、3、4、5、6、ここの段を基準にねやっていくっていう感じのものらしいです。ちょっとね一緒に、初めて見る人は一緒に俺と勉強しながらやってみようか。じゃあまずこの6段目のところをガンガンと掘っていって、まずね基準となる部屋を作ろうと思いますので、よし、でちょっとお待ちください。さてすいません、さっきの一番最初のところですね、岩盤が見えて、ここのところまず4つここに基準値、ここからスタートと考えますね。でこの基準値から4つ掘ります。はい、で次に左を向いてまた4つ掘ります。砂だこれ、1ちょんちょん、めんどくさいこれ、よし、1砂多くない？さてすいません、2、3、また砂かい、ほい、うまい。で1、2、3、次4つ目ですね、4つ掘ります。今ちょっともう今5つ掘った気するけど、掘った場合は埋めときゃいいんだよ、よし。で基準を置きます。でこの状態から今度はどうするんでしょうかさて皆様、やっと準備ができました。風車型ブランチマイニング、まずね岩盤から6個上がったところから改めてスタートします。ここは溶岩がね絶対なんだろう、掘っても足元にあって大丈夫っていうことらしいで、突然死が減るらしいですね。でまずね基準となるところから、まずはねなんだろう、ここスタートとして4つ進んだら4つ左向きますね。で4つ掘って4つまたさらにね左向いて基準を掘ります。で、まあ、初回なんでちょっと 8個掘って、次ここまた4つ左向いて掘りますね、目印を置いて、でまたこっちも初回なんで8個を掘って、でこっちにまた4つ左向いて基準を置きます。でまた8個掘って左向いて4つ基準を置くっていうのが、これがまず最初の形ですね。合ってんのかな、間違ってたら訂正してね、みんなコメントで。で次ここからなんだよね。でここからがこの風車型ブランチマイニングのやべえところで、まずどこでもいいかな、
ね、ここの風車したところから、よし、こっちからまず掘り進めていきますね。よし、1、スコップが2、3、で、4。ではここまで4つまた、今掘りました。ね、またここも大事なとこなんで、ちょっとポイントは置いておこうと思います。で、さらにも今度この部分からまた左に4つ向きます。1、砂多くない？2、あ、これ。3、4。ね、よし。まあもう、たとえ皆さんだったら、もうマインクラフトのこと詳しい皆さんだったらね、もう分かってると思うんですけど、次はまたここに目印がもうさっき置いてましたよね。あそこまで掘っていきます。ここはもう脳みそを死んだまま掘り続けるだけですね。え、ダメージ食らわなかった今。え、あ、腹減ってる、びっくりした、うまいうまい、びっくりした、もうなんかに襲われたんかと思っちゃった、もうほんとやめろよな、ほんと。で、マインクラフト PE は バージョンアップから食料がね、お腹減った状態が追加されましたので、腹が減ります。人は腹が減るね、まさにマインクラフトですね、それは。あー、びっくりした今ので。ちょ、もういきなり、ちょ、やめろよな、そういうので。ちょ、基準が多分もうすぐ見えてくると思います。で、風車型ブランチマイニングっていうのは、こんな風にダイヤモンドが出るところをめっちゃ効率よく掘りまくっていこうっていう、そういう神々の遊びなんだよね、要はね。で、また基準点につきましたね。で、すぐ左行って行くんじゃなくて、さらにね、ちょっと目印からまた4つ進みます。2、3、4って進んで、 OK、 みんなここまで OK で、さあここから左を向くんだよ、みんな。1、2、3、4っていう風にね。さあこれで4つ掘ったら、次後ろを向いて、今度目印がね、あっちのところにあるので掘っていきます。あとはここをもう脳みそ殺してひたすら掘っていきます。これがもう多分皆さんも分かってきたと思うんですけど、これがブランチマイニングのね、もうテクニックの全てが詰まったものですからね。ほんとちょっとまずいな、松明がないぞ。松明がどっちでいく、よし、松明パンとかほんと持ってきてよかった。もう食料なしで死んだらもうなんか恥ずかしいもんな、ほんと。まあ、どんだけマインクラフトやってんだな。 あんまやってないかマイクラ面白いんだけどね、ほんと俺好きだよ、かなり。で、またここで同じですね、目的地着きました、基準点まで着いたら4つ掘りますね。2、3、4って掘ります。で、またここから左に4つ掘ります。ずっとこれの繰り返しだよね、ほんとブランチマイニングって。2、3、4ね、闇雲に脳みそ殺してやるよりもこっちの方がやっぱね、すごい効率がいいみたいなんですよね、ほんと。なんか僕みたいなバカにはちょっとよくわからないけど、すごい偉い人が考えたテクニックなんでしょうね。さあ、ガンガン掘っていきますね、まだ。さあ、これで2列目のブランチマイニングのね、基準がもうできる感じかな。本当、さあこれでね、あの風車の層どんどん広げていって、ダイヤモンド欲しいよね、みんな。1、何個ぐらい欲しい？とりあえずダイヤモンドピッケルが作れるぐらいはってことは3つ1、2、3、ここは穴開いてる、穴開いてるとこやだな。あそこ岩盤とこだ、俺の作ったとこじゃんね。4、よし。さあ、かなりできてきちゃった、みんな。4で、2層目までみんなちょっと俺に付き合ってな、お前間違ってるぞって言ったら教えてね。2、
3、4、よし。さあ、ここで基準ができた。あ、なんかこれあれだね。慣れてくるとすごい、ね、サクサクできる。効率よくね。うわ、探せる。ちょっと道ないんだけど、これ。砂置いちゃった。よし。これ帰れんのかな、最終的に俺。大丈夫かな。すごい、直撃してるんだけど、これ。これ、欠陥ブランチマイニングじゃね、大丈夫かな。ちょっと、ここ中略。中略しますね、皆様。ここはいけない。ね。よし。はい。まあ。わかるでしょ、これで。ある程度は。はい。ということで、これで2層目が全部完成したかな？うん。完成しましたね。さあ、こんな感じですね、皆様。まだダイヤモンド全然出てないんですけど、風車型に物を作っていくことによって、どんどんね、効率よく探していくっていう手法がブランチマイニングです。それではちょっとどんどん拡大して何個ぐらいゲットできるかやってみましょうか。ちょっと掘ってきますね。よし。脳みそを殺せ。今さ、かなり掘ってんだけど出ないよね。なんこんな出ないもんなのねえ。おなんか広い空間出た。こういうとこにあるんだよね、だいたいダイヤモンドって。知らんけどさ、あったらいいなって。明るいな、ここ。なんかね、さっきから結構こういうね、なんか不思議に広い空間っていうのかな、割と出会うんですよね。よし、こういうとこも合わせてね、取れたら探しとけば見つかる確率は大きくアップするよね、絶対。あれ違うか。今あったーって叫びそうだったけど、これラピスラズリみたいなやつだっけ。ねえ、うん、ひどいな、ここ。青いもの一応持って帰っとこうか。これもう染料として使えるんだよね、こういうのは。染めるやつで。でもそんないらんねんな。でもよいしょ、ないな。くそー、なぜだ。ダイヤモンド、みんなってどうやって見つけてんの、ダイヤモンドって。あ、俺ここ来たことあるとこだ。昔ダイヤ溶岩探したいで、溶岩探すときに来たとこじゃん、ここ。おーい、いや、もういいけどさ、別に。ねえ。これ大丈夫かな。まあでも、昔俺溶岩探すときも、結構な、ねえ、広さ掘ってたってことだもんね、それは。深さか。よいしょ。まあいいや、またじゃあ同じく掘っていきましょう、ガンガンと。え、これ何日かかるんだろう。俺も、今、2日目なんだけど、これやるの。探し出して2日目なんだけど、4日後ぐらいに見つかるかな。週1ぐらいで俺この動画上げていこうと思ってんだけど、なんかもうかかるよね、だいぶ。いいよね、そういうの。なんか電車の中とかでさ、マイクラピーやってるんだけど、あれやばいよね。俺もう2回乗り過ごしたもん。マイクラにさ、集中しすぎてさ。わかんない？マイクラやってる人だったらわかると思うけど、マイクラって、やばいよね。やばい、なんか、やばいよねっていうのは、なんかそんな、
変な意味じゃなくて集中しちゃうんだよね本当にね。だからもうとってもハマっちゃうんでね、ここ多分またさっきの鉱脈と同じとこですね。なのでちょっと埋めながらいきます。無限に遊べるゲームだな、ほんとマイクラって。よいしょ。砂がほんとにめんどくさいよな、でも。結構さっきから砂利がね、めっちゃあるんだよね、ほんと。よし。みんなもね、今俺タブレットでやってるんだけどさ、PE は、スマホでやるのもありだけど、タブレットでやってもすげえはかどるから、ちょタブレットも、俺は持ってるぜって人もタブレットでやるのマジおすすめだからな、みんな。金はもう別にいらねえからな。金って何に使うんだろう。おしゃれ鎧ねえ。俺がまだ知らねえ用途があるんだろうけど。はーい。ということで、またつながりましたね。で、また4つ掘りましょう。金、ほら。金、さっきからめっちゃ出てくんだよね、ほんと。全然金でいいもんじゃねえじゃねえか。まあ、昔のマイクラドラマとかやったけど、あの時俺すげえ金鉱石探してたけど、ポンポン見つかんじゃねえかって。そういうツッコミはちょっとなしでお願いします。よし。これで OK。で、またこっちに掘っていくって感じだね。でもかなり、ねえ、長く掘ってるんだけどね。一生終わんねえな、これ。まだこんなブランチマイニングじゃダメだぞってレベルまだみんな的に。もっと掘っていくよ。続けるね、みんな。次ダイヤモンド見つかったとき録画するから、みんな。ちょ、待っててな。移動中は運よく見つからなかったからな。よし。はい、ということで皆様やった、1個 !2 個え、2個2個2個、もう1個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 、2個、終わり、終わった。まあ、でも、みんな、ダイヤモンドゲットです、どーっすこれ、さっき、また会おうって言ってから、ね、なんだろう、5マスぐらい進んだら見つけたから、すげえビビった、俺。はーい。ブランチマイニングって、神だわ。みんな、これ、みんなもやろう。ブランチマイニング。よーし。でもこんだけ見つかったらもう、こんだ、まあ、こんだけってほどでもないけど、あれだよね、なんだろう、見つかるでしょ、あと1個ぐらいだったね。2、3、あそこだな。よし、じゃあ残りはもうちょっと本当あれだね、録画しなくてできる限り死ぬ気で集めておきますので、ね、頑張ってダイヤモンドピッケル作りましょう。へへへへへへ、どうもこんにちは、私ダイダラです。今ね、ここは風車型ブランチマイニングのちょうど中央のとこですね。ここちょっと全部くり抜いて部屋にしました、拠点にしましたね。ちょっと、ね、もう毎回岩持って帰るのがめんどくさすぎて全部ここに収納しちゃいましたね。で、ダイヤモンド私ゲットしましたよ。さあ、いくつゲットできたのか皆さん予想してみましょう。1個?100個?2000個?3000個?さあ、答えは?でででででで、ーん。というわけで、まず一人称にして、ここな。はい、結果は、これです、ドン!6 個でーす。いや、十分でしょ?十分でしょ、マジで。いや、マジで十分だと思うんだよね。これもう、かなり俺進んだもん、ほんと。見てよ、ほら、もう。この風車型ブランチマイニング。俺は頑張ったでしょうという証がもう、お前どこまで進むねんっていう、どこまでお前進むねんっていうぐらい、ね、ここだな、今、何層まで行った、もう数えらんねえぐらい、ね、層を重ねて6個です。でもやっぱ風車型ブランチマイニング、俺が昔、闇雲に6時間近く探した時に比べたらすごい効率的で、見つけやすいと思う、本当に。最高だよな。じゃあちょっとこれでダイヤモンドピッケル作って黒曜石をがっつり集めてこようと思う。よう、さあ黒曜石13個ぐらいを取ってきたよ。めっちゃ頑張ったっしょな。で、じゃあ今からねやりていいことがあって、
俺ちょっと新しい大地へ旅立とうと思うんだよね、みんな。来たね。大丈夫？豚多くない？ちょっと待って。あれ？なんかすげえここ、なんか動物園かなっていうぐらい動物で溢れ返ってんだけど、すげえな、ここ。ちょっと待って、みんな、俺これ。あ！火打ち石作る。持ってくんの忘れた。取ってくる。どこだ。さあ、改めて来ましたね。よいしょ。ここまでやってきました。さあ、グローストーン、またこれ回収しておきたいな。グローストーンはな、おしゃれオブザアイテムだからな。さて、ネザーでかなりね、掘り進めたと思います。せっかくこんなね、トンネルみたいなあるんだから、このトンネルをうまくね、有効活用しようってことで、ね、このトンネルの先にね、ネザーを作ろうかなと思います。こんだけ歩いたらかなりね、広い、かなり先の方にね、なんかネザーのあれできるんじゃねえかなと思うんだよね、これ。ネザーのあれっていうか、まあ、あれだよな、みんな。うん、あれだよ、あれ。で、ここにとりあえずネザー作ろう。ね、ネザーゲート。ネザーゲートの作り方って皆さんご存知ですか？もう前回作ったんで知ってると思うんですけど、俺のネザーゲートでかいらしいんだよね。最小単位のネザーゲートっていうのが、合計ね、10個の、ね、黒曜石でできるみたいですので、今回は最小の黒曜石で作ってみようと思います。1、2の3で、丸石。結構せっかく出たスニークを使って。スニーク使ってない！1、2、3で、何？天井？天井当たった！マジか、ジャンプできねえ。まあいいや。で、黒曜石横に置く。で、これ向こう側行ける？行けたな。で、ここにまた丸石山を置かなくてもいいんだけど。はい。さあ、これでネザーゲートが完成です。で、火打ち石で、ポチッと。ちっちゃいミニマム。あ、なんか俺もう、できるな、俺。なんかできる男になってきた感あるよな、みんな。みんなもう褒めていいよ。お前はもう、もうマインクラフトできる、できる男だぞ。ね。よし。ついにできてしまった。ね。かっこよくない？ここが、お前の新しい大地への出発点だ。今このトンネルをくぐるがいい。行くぞー！果たしてどこへ繋がるのか？砂漠やん。次回砂漠を探索します。多分。